こんにちは、歴史街道編集長の村田です。よろしくお願いいたします。前の編集長の大山です。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、では早速、9月6日発売の歴史街道10月号について、2人でお話ししていきたいと思いますが、10月号の特集1は、関ヶ原の裏側、天下分け目の深部に迫るという特集ですね。裏側は関ヶ原特集では初めて、はい、裏側は初めてですね。ついに裏側までしちゃいました最終兵器みたいな。ちなみにね、ちょっとね、調べてみたんだけど、はい、村田くんが編集長になってから特集1で、はい、関ヶ原やるのは、はい、去年新関ヶ原、はい、そうですね、そうですね、続いて2回目、はい、うん、まあ、去年大河ドラマがどうするやつだったんで、ちなみに大山さんも結構されてたんじゃないですかね。やったつもりでいたんだけど、実はなんか2回で、2回だけ、うんうん、だけって言うんですか。なんでもったいないのか。あ、そうだ。1回目はね、真正面からやってね、己が信じる者のためにっていうサブタイトルをつけて、もう本当真正面から。で、2回目はちょっとこうずらしてじゃないけど、軍師に焦点を当てて。2回持ってか2回か。いや、でもね、僕から流れから言うと、だから真正面からやって、はい、で軍師やって、うん、親戚が原やって、はい、で今度の裏側と、はい、次は、裏で裏また真正面か。次も、ね、もう考えてますか。もちろんですよ。裏の裏そういやちゃんと企業秘密として、まだ考えてない。すいません、ちゃんと考えます。今回その裏側は具体的にはどういう内容なのか、そうですね、これまでよく取り上げられてきた表舞台っていう意味では、そこに登場しない、なかなか登場しないような人物や事柄に焦点を当ててまして、で、具体的にはまず総論で、小野田哲夫先生に関ヶ原合戦を多面的に捉えるために必要な視点、っていうのを、さまざまなところからご解説いただく、さまざまな視点からこう、はい、ある意味、裏側、こういっぱい角度からこう、ふわなんか、で、日本史における位置づけとか、勝敗を左右した人物で、各地の武将や後世に与えた影響など、これだけこう関ヶ原特集やってるんですけど、本当に小和田先生の話、目から鱗な。話いっぱいでしてですね。で、例えば今までなかったけど商人の話とかも、確かに関ヶ原で商人ってなかった。ないですよね、普通に。うん、関ヶ原すごいね。はい、そうなんですよ。もう何回でも何回でも何回でもいっちゃう。チャラいと思ってた。はい。そうですね。で、総論以外では福田千鶴先生に、北の万所と淀殿、つまり女性という面で、書いてご執筆いただいて。うん、で、三成淳二先生に、加藤清正と鍋島直茂の詩、つまり九州を軸に、東軍だろうって思われた二人なんだけど、実は、うん、っていうところだったりっていう感じで、で、また西軍を裏切った、脇坂康春を、八谷車先生に書いていただいて、で、あまり名前知られてないんですけど、上杉景勝の家臣に怪談師として犯さないというのがいまして、で、これを吉川永原先生に読み物として、描いていただいております。で、さらにですね、伊賀甲賀といった忍びについては、山田裕先生にご解説いただきまして、また読み物として石田三成の家臣の娘、ちょっと頑張った、ちょっと当時17歳だったオアムさんという女性がいらっしゃるんですけど、その、はい、女性の境地を書いていただいてるんですよね。これ実際にあった話、資料が残ってるわけだね。そうですね。あと、はい、今回7月号に続いて、はい、ペリー荻野先生に映像絡みで、ね、書いてもらって、そうなんですよね。前回の原稿も非常に面白くて、で、今回関ヶ原がこれまで大河ドラマとか映像作品でどう描かれてきたのかというところをご解説いただいて、懐かしい作品もたくさん出てきますので、で、役者さんの名前もいっぱいイメージ湧いてくるんで、ぜひ、お楽しみいただければと思います。はいはい、今回特集には、はい、
特集にはですね、陰陽師と安倍の生命の真実になります。はい、大河ドラマでも話題って。はい。あ、そう。ゆうすけさんとマリアさん、うんうんうん、生命、安倍の生命、はい、8月の最後の回で亡くなっちゃったそうですよね。死んじゃったけど、まあ、結構でも、安倍の生命、はい、ゆうすけさん 大活躍。いや、もう大活躍。ね、うん。めちゃくちゃインパクトあって、なんか主役食っちゃうんじゃないかぐらいの存在感あったんですけど、本当スピンオフ企画であって、うん、主演ドラマやってほしいぐらいで存在感でしたけど、うん、まあ、それはさっきおきい、じゃあ実際の本当の陰陽師ってどんなことやってたのかなっていう疑問に答えるべく、うん、重田慎一先生にですね、うん、史実における陰陽師と安倍の生命についてご解説いただいてまして、うん、で文芸評論家の末國義美先生に、うん、平安から令和まで、陰陽師と生命がどう、作品として描かれてきたのかというところを、うん、ご解説いただきました。先日、はい、あの直木賞の受賞式の時に末國先生が来られてて、はい、ちょっと雑談ができたんだけど、うん、その時に、まあ、今回のこの記事の話をちょっと話をしてて、で江戸時代はすごくこう生命、安倍の生命をこうヒーローとしてよく取り上げられてたんだけど、その後、明治以降、うんうんうん、パタッと亡くなって、で、昭和になって、帝都物語、で、夢枕漠先生の陰陽師、ここで、バンまた再び取り上げられて、まあ、ブームになるみたいな、まあ、その間、ほとんどない、なんか不思議なんだよねって言ってたんだけど、そしたら、先生が曰く、明治になって、陰陽寮が廃止されたと。それが影響してたのかな、みたいな。いうこと、明治まで陰陽師はあったんですね。ちょっとすごいびっくり。なんか、まあ、それまで陰陽師いたってことですね。まあそういうこと、ね、そういうこと。今月も大型企画として、はい、門井義信先生に、近代東京を作った10人と題して、その、まあ、あの先月号やっていただいてるんですけど、はい、今回後編としてご執筆いただいております。はい、後編はソフト面で人物を取り上げるって言ってた、はい、うんうん、そうなんですよね、はい、前回インフラだったんですけど、今回はソフト面ということで、大学を作った福沢諭吉や津田梅子、編集者の島中優作、うん、そして夏目漱石と、それから実業界の人物として渋沢栄一と、うん、浅野総一郎を取り上げていただいております。実は僕、この後編の取材に同席させてもらったんだけどね、はい、なんかすごい話門井先生ならではの視点でこう話していただいて、はい、いずれね、これは実は書籍化、はい、されるということです。2回だけだとちょっと分量が止まらない、はい、うん、あ、そうですね、もう10人、はい、またさらに実はこの後仕掛けを、仕掛けというか卵を入れていただいて、そのね、ちゃんと、はい、種をまいて、あ、企画を練っておりますので、どういう、はい、どういう内容、そこは惜しい、楽しみに、はい、わかりました。じゃあ今月の、はい、あと単発が4本ぐらい入ってる、はい、そうですね、フランク王国の歴史を、宇山拓英先生に、でそれからの三国志の名将として、まあ、知る人ぞ知るというか、まあ、結構有名ですけど、五の陸遜と陸子という息子、うんうん、あ、親子ですね、うん、を、島崎進先生に、書いていただいてまして、で歴史散歩企画としまして、今回は石見の国、うん、島根県の益田市を紹介しておりまして、さらに山村達也先生に、幕末のスイーツ男子、幕末のスイーツ男子、はい、そう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 吉田松陰も、坂本龍馬もみんなスイーツ男子だったんですよ。そうなの龍馬なんか、あの小松立脇にあのカステラもらうんですけど、そのカステラの作り方のレシピをメモ取ってるんです。実男子、はい、で今回関東グラビアは青井若菜さん、はい、9月1日からスタートした、うんうん、BS 時代劇お市不思議語りのご主演ということでですね、ご登場いただいています。こちらの連続ドラマ、うん、実は原作は弊社から出ている、はい、浅野敦子先生の「おいち不思議語り」シリーズになります、はい、あの浅野先生というと、うん、バッテリーが有名ですけど、あの作品がこう、うん、
男を主人公にした青春ものだったのに対して、うんうんうん、このお市不思議語りシリーズは女性を主人公にした青春ものということで、うんうん、ドラマとともに原作も読んでいただければと思います。はい、ということで、はい、今月はこの辺りで、締めたいと思います。絶賛発売中の歴史街道10月号、ぜひお買い求めください。では、はい、よろしくお願いします。